こんにちは。久しぶりのスタジオに戻ってきましたね。そうだな。なんかね、ちょっと野外が続いてたので。そうそうそう、いかにこの椅子が座り心地がいいかっていうことがよくわかるよな。そうですよね。ゆたーっとなりますもんね、はい、さあ今日は、はい、今日はバッテリーというか、まあね、ほら女房なんて言うじゃないですか。ピッチャーとキャッチャーのことをこう、うん、女房ね、いいコンビネーションじゃないと長く続かないし、まあ、相性が良くないとっていう、まあそういう賞もあるしな、バッテリー賞。バッテリー賞、はい。豊さんが現役の時にこのバッテリーは良かったな、まあ味方でもいいですし、逆に対戦相手でもこのバッテリーだと今日ちょっと打てないわとか、そう感じたなんかこうベスト3を聞きたいなっていう。これあのキャッチャーまで揃わなきゃダメだからな。まあそうなんですよ。いやピッチャーだけだったらさ、うん、まあ、例えば対戦した中で、はい、まあ、江川さんとかさ、うんうんうん、北別府さんとかさ、はい、まあ、いろいろいい投手はいるけど、はい、そこにキャッチャーが伴ったかどうかだよね。そう だからより難しいですよね。だから失礼な話だよね、うん、言えば失礼な話。いやいや、そらピッチャーはすごいんだけどキャッチャーがちょっとしょぼかったみたいなさ、そうです、そういう話になるじゃん、うん、キャッチャーは良かったけどピッチャーがしょぼかったみたいな、うん、だから両方揃って、うん、あ、最強なバッテリーだなっていうことでしょ。そうです、そうです。あ、それって、例えばあ、やっぱり仲が悪いとうまくいかないものなんですか。いや、それはやっぱりこう嫌な相手はいるよね、絶対に。それは人間だからさ、はい、しょっちゅうこいつ何やってんだっていうブツ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 言ってるキャッチャーいたしね。ピッチャーに対して。いや、例えば誰です、例えば牧原が、はい、こう、早いんだよ。うん、早いけど回転はあんまり良くないんだよ、うん、多分動かしてきてると思うんだけど、まっすぐも、うん、で山倉さんがこんなあいつの球を受けにくいとかさ、ブツ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 言ってんだよ。あ、じゃあバッターボックスで聞こえるんですか。聞こえる、聞こえる。じゃあやっぱ相性悪かったですか、山倉さん。まあ相性っていうか、でもそれでも勝ってたけどね、力があるから、はい、だから一概にその言ってるだけで、うん、まあ力は認めてるっていうところは、はい、あるけどね。だけど、うん、まあ歴代で言えばそうそうたるメンバーがいて、はい、キャッチャーがいて、うん、そん中から何組選ぶの。これ一組じゃちょっとちょっとなんかね、一組じゃなんか味気ないので、3組ぐらい。3組、はい、いや難しいなこれな。いや難しいですよね、だってニコイチなんですもん。ニコイチだもんな、はい、片っぽだけだダメなんで、うん、まあ、ポッと思い浮かんだのは、はい、斉藤和美と城島、はい、まあ、大英ソフトバンク、まあ、大英時代ですよね。ソフトバンクだな、もう、まあ、ソフトバンクになってましたか。あ、そうなんですか。このバッテリーはやっぱ最強っていうか強かったって思うよ。それはやっぱり城島さんがその斉藤和美投手をいいところ引き出してっていうことなんですか。もうそうだし、はい、斉藤和美が投げてる姿もいいし、うん、はい、やっぱ強いじゃない、うん、やっぱチームが強いっていうのがやっぱ条件だと思うんだけど、はい、なんかすごいバッテリーだなっていう、はい、で城島も4番を打てるぐらいの打力があったし、はい、パ・リーグの中でもやっぱ斉藤和美はエースというふうに呼ばれた時期もあるし、はい、このバッテリーはやっぱ良かったと思う。特徴ってあるんですか、この2人が組んだ時の。まあ強気、2人ともですか。ああ、じゃあ例えば城島さんのサインに斉藤和美投手がやって首振ったりとかって。いや、そらそら中にはあるよね、うん、そら百何十球投げる中で、はい、首は振るよ、うん、振るけど、うん、2人ともやっぱこう攻めることが好きだったバッテリーだと思うよ、はい、ポッとそういうことを言われて、うん、頭の中に浮かんだのは、はい、斉藤和美、城島のバッテリーという。あの時代、城島さん以外に例えばこうやってマスクかぶったキャッチャーって大英ソフトバンクっていなかったんですかね。そうするとほとんどもう城島さんが、まあほとんどやっぱり城島がかぶってたからね。だからその中でやっぱりピッチャーをつけるというふうになってくると、はい、まあその時代にはこう工藤だとか、はい、今監督やってる人とかも投げてたと思うんだけど、はい、まあ和田とかね今残ってる。あ、そうですね。だけどやっぱ斉藤和美のあの強烈なインパクトと城島のあのその強気な姿勢、はい、対戦はしてないけど、うん、見た中ですごいなって思うよね。あ、見た中で、見た中ですごいなっていう。あれだけの勝ち星ね、うん、何十勝も残してる投手ですもんね、うん、
じゃあまずは、斉藤和巳投手と城島選手のこのバッテリーですね。そうだね、さあ続いては、続いてな難しい、ニコイチだから対戦俺したのかどうかちょっと微妙なんだけど、はい、伊藤智人、はい、古田、ヤクルト、このバッテリーもなんか素敵なバッテリーだったよね。特徴的にどんなイメージですか？なんかさ、ものすごいんだよ伊藤智人のスライダーって、はい、それを受けるまたキャッチャー、うん、それと強気の姿勢、うん、ピッチャーらしいピッチャーだったよね。あ、伊藤智人、はい、でキャッチャー古田、うん、頭脳派、はい、まあこれが相噛み合って、うん、オーケストラの指揮者が指揮するみたいに、はい、伊藤智人をこう引っ張り出してきてるという、あ、でいい音を奏でるっていう、そう、なんかそんなイメージが、はあ、斉藤和巳、城島っていうのは、はい、なんかこう奏でるんじゃなくて、うん、圧倒していくっていう感じ、はい、こっちは奏でるっていう感じ、なんかちょっと芸術っぽいですね。なんかそんな感じがした印象的に、あ、はい、織りなすっていう感じですね。織りなすっていう感じ、うん、だから、はい、2人2組目はそうかな。あ、じゃあ伊藤投手と古田さんの今度バッテリー、うんうん、セリーグパリーグ一組ずつ出ましたけど、そうだね、うん、でもう一人言えば、はい、もう一組ね、はい、やっぱ魔人と谷繁かな。もう間近で見てましたもんね。いや、これは対戦、俺対戦してる中でって言ってるけど全然対戦してないんだけどさなんか対戦してるとさ、はい、良さも悪さも分かるじゃない、はい、あ、ピッチャーはいいなと思ってもキャッチャーがちょっといやここ来たら打つよみたいな、うんうん、なんかだから対戦してないんだけど、はい、佐々木と谷繁っていうのは、はい、こうもう圧倒してるというかさ、敵を、はい、手も足も出ないというか、もう諦めムードにさせてしまうという、うん、そんなイメージがあったね。もう2人の存在感ですよね、このニコイチの、うん、だから9回になっちゃったっていうことで、うん、佐々木が出てき、谷繁のリードで、うん、もう踊るというね。これもし谷繁さんじゃなかったらまた違うんですかね、佐々木さんとのその存在感だったりとか。いや、だから斉藤正樹と村田っていうのも考えたよ、はい、考えたけど、来た時に肩痛めたとかいろいろあったじゃない、うんうんうん、はい、やっぱり斉藤が出て塁に出た時にやっぱ盗塁っていうのはチャンスが生まれたよね、うんうん、でも佐々木が出てきて谷繁が被るとさ、相手はほとんど走れなかったよね。佐々木があれだけ大きいモーションで投げるんだけど、やっぱ谷繁の肩とか、伊藤智人もどちらかというとクイックがそんなに上手い方ではなかった、大きく投げてくるタイプ、走ってもいいんだけど古田がもう制圧してるというさ、だからそういうことから考えるとやっぱこの3組かな。3組なんですね。でもその中でもその谷繁さんと佐々木さんって、まあ、9回の言ってみれば最初イニングと、まあ 3つアウト取るだけのこの2人がパッとやっぱ最後に出てくるっていうのは相当の強烈なやっぱり存在感だったんでしょうね。いや、俺らなんかいらないなと思ったぐらいだから守ってた。もう守備いらないんじゃないかと、もう三振取るだろうなって思ってたから、だからそのぐらい圧倒してたよね。すごいですね。それはいっぱいいるよ他にも。例えば北別府さんと勝川さんとか、はい、うん、20勝した時のもう見事だったしね、うんうん、とか、まあ、マー君が負けなかった、はい、島とのバッテリーとか、うんうんうん、まあいろいろあるけど、はい、総合的に見た時に両方でしょ、ピッチャーキャッチャーでしょ、うん、はい、そしたらその3組になっちゃうかな。なるんですね。でダルビッシュとまあ、キャッチャーってじゃあ誰って言ったら思い浮かばないでしょあんまり。ああ、ハムの鶴岡はい、鶴岡投手とかでしょ、はい、そしたらキャッチャーがちょっと弱いみたいな。ちょっと弱い。あ、そうですね、言われてみると。そう考えると、はい、やっぱその3組になっちゃうかな。ということはやっぱり捕手の力って結構大きくないですか。そう考えるとピッチャーだけグイグイでもっていうことですね。やっぱり両方とも勝負するわけよバッターって、うん、やっぱりピッチャーとも勝負するし、はい、どの配球で来るかっていうことも、うん、こうバッターとして考えるしさ、うん、ピッチャーがさそんな大したことなかったらキャッチャーの配球って読んどけば、はい、打てると思うし、はい、ね、でキャッチャーが弱くても、まあ、ピッチャーこの性格を知ればさ、うん、あ、こういうところでは強気になるって言ったらまっすぐ系が多くなるだな、
多くなるなとか、うん、まあいろいろあるわけ、うん、だから両方揃っちゃうとさ、うん、ちょっとこう厄介だよね。相手チームはそうですよね、うん、まあ、バッターとしては厄介だよね。これっていいキャッチャーがいいピッチャーを育てるんですか、それともいいピッチャーがいいキャッチャーを育てるんですか。おいい質問だね、うん、それ両方だな。あ、両方なんですか。両方、やっぱりいいピッチャーに育てられる、はい、まあ、例えば城島がああいう風になったのっていうのは、はい、工藤が教え込んでったっていうこともあるし、はい、で谷繁も佐々木のフォークが止められないって言って、うん、秋元っていう星が最初セットで出てたんだよ、はい、あの秋元と佐々木のね、うん、それが悔しくてもうストップするストッピングっていうのを練習して上手くなって、うん、最後には佐々木と組めるようになったんだ、はい、ツーアウトランナーサード勝負球フォーク、うん、それ止めなきゃいけないから、うん、もう万が一ワンバンドだったら、うん、そこでの信頼度がベンチになかったわけよ、まだ谷繁には。でもそれが悔しくて練習をして大きくなっていったと、うん、だからピッチャーに育てられてると、はい、だからいろいろあるよパターンはね。そうですよね。でそこで佐々木さんに育てられて谷繁さんは名キャッチャーとなり、で中日に行って今度は名ピッチャーを谷繁さんは育てたってことに。まあもともとピッチャーよかったね、中日はよかったよかった。でもそれを引き出しをたくさん作っていったということだよね、うん、ああだから相乗効果というか、うん、こう同じくこうやって、ね、比例したりしていくっていうのがあるんですね。あるある。だからまあその3組と、はい、もう一つ付け加えるんだったら、はい、白竹立川のバッテリーは嫌だったという、まあ、ただ単に俺が苦手だったというだけでね。それ豊さんがですか。俺は個人的には嫌だった。立川さんは球種を教えるし、でも投げてくる球はなんか俺には見えないし、ね、そうですよ、すごかったという。豊さんだけがこう、だけがね。いつか白竹さん呼び寄せてほしいんですけど。もう顔見るのも嫌だったからね。あ、そのぐらい苦手としてなんですね。だこれを見てる、ご覧になってる皆さんの想像する名バッテリー、バッテリーだな、ね、あったらコメントに書いてほしいですね。そうだね、うん、はい、よろしくお願いします。